プログラミングにおすすめなテキストエディターを紹介という話をします。エディターいろいろありますが、ちょっと僕の独断と偏見で、ターミナル系、IDE 系、WebIDE 系、データサイエンス系というふうに4つに分けてみました。各々どういうものかを紹介しまして、あと最近エディター周りでいろんな話があるのを紹介したいと思います。まあ、ちょっと対象外なのは、まあ、例えば Mac だと最初から標準でテキストエディットアップとか、Windows だとメモ帳みたいなのありますけども、まあ、こういったツールはまあ基本的にテキストを記述することしかできないので、まあ、よりその本格的なプログラミングになってくると、まあ、各プログラミング言語の文法を理解して、こう、色分けしてくれたりとか、デバッグしてくれたりとか、なんか文法の間違いを、まあ、リンターで見つけてくれるとか、なんかいろいろ、本格的なことをやり始めると、そういう機能が欲しいので、まあ、ちょっとこういったものは、対象外とします。まあ、一つ目は、まあ、ターミナルで動かすエディターとして、まあ、有名なところとして、まあ、Vim とか Emacs とか、あと、Nano とかいうのもありますね。まあ、こういった、Mac だと、ターミナルとか、iTimes2 とか、そういう、アプリで、こういう端末画面を開いて、で、そこでプログラムを、書くっていうようなのを想定しているものたちで、各 OS で最初からインストールされている場合が多いので、まあ、最初から入っているので環境構築みたいなのが、不要ということで、なんか出先のサーバーの、ところで作業するとか、あとはなんか何かプログラミングの講習会をするときって、参加者に事前になんかツールをインストールしてもらうとかいろいろ大変だと思うんですけど、最初から入っているということなので、まあ、そういった講習会にも向いているっていうことで、まあ、最近だと、西場で、新田さんと西田さんたちとやった、ソフトウェアカンペントリーでも、このナノが使われていましたね。まあ、こういったメリットがあるんですけど、まあ、デメリットとしては、基本的にこの画面の中でキーボードを使って何かするのを想定しているので、まあ、マウスが使えなくて、なんです。いろんなショートカットキーを覚える必要があります。例えば、ナノだと、コントロール X で、終了とか、なんかそういうのをこう、全部頭の中に入れてないといけないっていうのが、やや大変かなっていうのと、あと、よりその、なんか講習会で、1個のファイルを開いて、なんか、ハローワールドでやってくださいみたいなぐらいの規模感だと、まあいいんですけど、まあ、たくさんの、ファイルを、横断的にこう、見て、実行したりとか編集したりとか、そういうことをやり始めると、まあ、いちいち1個のファイルを開いて編集して、閉じてみたいなことをやらないといけなくなってくるので、まあそういった規模感になってくるとちょっと大変かなっていうふうな印象です。2つ目が、まあ、統合開発環境、IDE と、呼ばれるようなものたちで、サブライムテキストとか、ジェットブレインズとか、まあ、昨今、マイクロソフトの、ビジュアルスタジオコード、VS コードがすごく人気ですけど、まあ、こういったものたちで、まあ、大体でこういう画面の中で、全てが完結しているような、構成になっていて、この左側の方で、プロジェクトの中に入っているファイルたちを全部見れて、で、一個一個開いていくと、この右側でその内容が見れて、ここで編集もすると。で、あとなんか大体ターミナルもここで実行するみたいな感じの、作りになっていて、まあ、検索もここでできたりとかですね。なのでこういったものが、まあ、大規模なプログラミングには適してますし、あと大体拡張機能があるので、アドインとかプラグインとかエクステンションとかいろんな言い方されますけど、VS コードだとエクステンションズですかね。まあ、そういったのを使うと、より、その、例えばなんか R の、デバッガーを使いたいとか、そういうのも、このエディターレベルでいろいろやってくれます。デメリットとしては、まあ、最初いろいろ覚えないといけなかったりとか、環境構築、まあ、インストールとか、
その拡張インストールするとか、そういったものがまあ必要なので、まあ、そういったところが大変かなとは思います。あと昨今だと Web 系の ID、Web ID とかクラウド ID みたいな呼ばれ方されますけど、まあ、例えば Gitpod とか、あと VS Code も Web 版の VS Code Dev っていうのがあるので、こういったものが、ありまして、まあ、ウェブブラウザで使う前提になっています。で、データはもう、クラウドにあるっていう前提で、こっちはその、ブラウザ越しにそっちにアクセスして、プログラムを書いたり実行したりするっていうのを想定しています。まあ、一回その、アカウントを作って、環境を作っておけば、そこの URL にアクセスすれば同じ環境が手に入るっていうことで、環境構築が、一回やれば不要だし、再現性も高いっていうのがすごくメリットだなと思います。例えばここでちょっとだけ、Gitpod 触った時の、画面なんですけど、まあ、GitHub とか GitLab、Bitbucket みたいな、レポジトリの URL の先頭に、この gitbot.io みたいなのを書くだけでこういう画面になって、GitHub とかのレポジトリのファイルを直接ここで編集できるようになります。あと、ここにターミナルがあって、ここでいろいろ実行できたりとかっていうので、であと、まあ、嬉しいのは、この環境、ワークスペース環境というんですが、これが、まあ、Docker のコンテナの中になってて、その環境が、常に保存されているということで、そういう意味でも環境構築があります。環境の再現性が高いというものになります。まあ、デメリットとしては、もう、クラウドに全てがあるので、まあ、ちょっとややそこは心配かなっていうのがあって、急にそのサービスが、無料枠をやめますみたいなことを言い始めると、使えなくなってしまうみたいなのがあるので、まあ、そういったところが、まあ、やや心配かなっていうところですかね。あとはデータサイエンス系で言うと、もうどうしてもJupyter Notebook とか RStudio みたいなのが出てくると思うんですけど、Jupyter Notebook はこういうものですね。まあ、Notebook っていう形式のファイルがあって、ここに、文章とかソースコードとか、あと、プロット、とか、あと数式とかもここに書いたりとか、そういった、ものが、こう、一つの画面で全て、収まっているっていうのを想定しています。まあ、R Studio も同様で、R Markdown というものを使って、同じような風に全てのものをそこに詰め込むんで、なんていうか、自分のデータ解析のレポートを作るっていうのをやっていて、こういうのはまあ文芸的プログラミングというんですけども、まあそのノートブックとか R Markdown とか、まあ、そういったファイル形式が特殊なので、まあ、Jupyter だったら、ノートブックだったら Jupyter ノートブックとか Jupyter ラボとか、まあ、そういったツールが使われますし、R Markdown だとはやっぱり R Studio が一番使いやすいんですけど、まあ、ただ最近はなんかここら辺も VS コードが進出しつつあるみたいで、VS コードでノートブック開いて、まあ、そこでこのチャンクごとにコードを実行したりとか、R Markdown でも同様に VS コードの中で、このニットボタンを押すことができるみたいで、っていうので結構 VS コードが何でもやり始めてる領域です。はい。で、最後に、最近エディター前のトピックでこういったものがあるっていうのを紹介しますと、まあ、なんか VS コードの話ばっかりなんですけど、ライブシェアっていうのが、結構人気で、VS コードを使う、まあ、理由の一つになっている人もいるんじゃないでしょうかと思うんですが、なんかライブシェアエクステンションパックっていう、こういうエクステンションを、VS コードにインストールすると使える機能で、なんか VS コードの YouTube 動画でデモが見れるんですけど、なんか自分、ここになんかエクステンションボタンっていうのが出てきて、
で、リンクを生成して、挙動開発者にこう渡すと、このプログラムの、画面を、その挙動開発者も同時に見ることができます。で、相手の今のカーソルの位置っていうのはこういうふうになんか色がついていて、お互いどこら辺を見ているのかっていうのはこれでわかります。まあ、Google ドキュメントみたいな感じですね。で、なんか編集権限を与えたり、あとリードオンリーしたりとかそういう権限も、こっちでコントロールできます。なんかこういうのはなんかペアプログラミングとか、あと自分がプログラム書いている様子を参加者に見てもらうっていう感じで講習会で使えたりするかなと思います。あとはリモートサーバーへの接続が VS コードがすごくやりやすくて、なんかバイオインフォだとよくあるケースだと思うんですけど、なんかデータとかプログラムがこうサーバー上にあって、そこで、グリッドエンジンとかスラムとか、そういう分散処理をする、ツールを使って計算ノードに計算を投げていくっていう、構成のシステムが、よくあると思うんですけど、遺伝系のスパコンだったり、東大の白金だったりとか、まあ、いろんなところがそういうことをやってますが、この時にその投げる対象であるプログラムって、いつ、どこでどのように実装するんですかねっていうのが結構謎だと思うんですけど、まあ、いろんなやり方考えられると思うんですが、まあ、なんかその先ほどのターミナル系のエディターを使うんであれば、まずローカルマシーンからサーバーに SSH でログインして、まあ、そこで、プログラムを開いて、なんかいろいろ書いて保存して実行みたいな感じで、Vim とか Emacs とか使うかなと思うんですけど、まあ、結構規模感が大きくなってくるとなかなか辛いと思います。で、あとは、ローカルでプログラムを書いて、都度ファイルを転送するっていう考えもあるかもしれないんですけど、まあそうすると、まあ動くかわかんないプログラムなので、いちいち転送しては実行してこけて、みたいな感じの試行錯誤のところがすごく手間取りますね。なので、あんまりそういうのはやらないで、なんか僕が長年やってるのは、まあ、SSHFS っていうツール使ってまして、このサーバーの、あるディレクトリをローカルにこうマウントしてきて、まあ、あたかもそのローカルマシ、手元に、その、ディレクトリがあるかのような状況にして、で、ここでこうプログラムを、まあ、実装して、まあ、そうするとファイルの変更っていうのは自動的にこっちにも伝わるので、まあ、そういう状況でこうプログラムを書いていく、まあ、実行する。は、SSH でログインした先で行うみたいなことを、やります。まあ、自分は絶対ローカルで、プログラムを書きたくて、まあ、それはサブライムテキストとか VS コードとかを使いたいからです。はい。で、あと、VS コードはここら辺もなんか結構サポートしてて、まあ、リモート SSH っていう拡張があります。こういうやつを入れると、使える機能で、まあ、なんかこの、なんかウィンドウのボタンみたいなのができるんですけど、で、事前に SSH で接続の設定を、しておいて、サーバーの、名前がここに出ているとして、ボタンをこうポチッと押すと、その接続先のファイルがここで見えるようになるっていう仕組みになってます。で、これはなんかマウントするみたいな話とはちょっと違っていて、イメージ図がこうあるんですけど、まずこのローカルマシンでこう VS コード開くと。で、このボタンを押すと、そのリモートサーバー側にこう SSH で繋がるんですけど、その向こう、リモート側で VS コードサーバーっていう別の VS コードを立ち上げて、で、こいつがその、環境のファイルとかを触れるので、そのサーバー版の VS コードとローカルの VS コードがここでなんかやり取りをするみたいな仕組みになっています。はい。あとは Docker との連携ですね。これなんか動画があるんですけど、Docker ってコンテナでこう、環境を固めて、いつでも同じ、その環境がドッカーコン
コマンドが使える環境なら、使えるみたいなものなんですけど、Docker ファイルと、divcontainers.json という、2つのファイルを用意しておくと、VS コードがそのコンテナを自動的に作成してくれるっていう機能になります。Docker ファイルの方はコンテナの中にどういうツールを入れるかみたいな設定ファイルで、devcontainer.json っていうのは、VS コードの設定ファイルで、事前にこういうエクステンションを使うとか、こういうのですね。で、Docker ファイルはこういうベースイメージからこういうツールをインストールしておくみたいなのを書いてあるやつで。で、この div open なんとかみたいなボタンを押すと、ここの表示が変わって、div コンテナっていう、今コンテナの中に入って作業している状況になります。これは何が嬉しいかというと、このファイルたちがあれば同じ環境を再現できるので、複数の、パソコンでとか、あと開発チームのメンバー間とかで、環境を揃えたいとか、そういう時に、便利な機能になります。あとは、AI 駆動開発が、すごく進んでいて、AI に指示を与えてプログラミングさせる。人間は、プログラムを書かずに、自然言語で、指示だけを与えるみたいな、いう分野があって、前からあるみたいで SWE エージェントとかオートデブとかデイビン、オープンデイビンとかいろいろあって、で、最近その GitHub でコーパイロットワークスペースっていうものが出てきて、いるので、これをちょっと紹介したいと思います。まだ、ウェイトリスト状態なんですけど、ちょっとこの回に間に合えばよかったんですが、ちょっと間に合わずで、僕は一応、登録だけしたんですけど、まだ、使ったことはないです。4月29日から、テクニカルプレビューということで、有識者に実際に使ってもらって、どんな使い心地だったかみたいなのを、フィードバックするようなフェーズで、そのうち、正式リリースになるかもしれないですけど、ただ動画が、あったので、動画で説明をしますと、これどういったものかっていうと、GitHub に紐づいてるんですけど、ある、レポジトリで解決したい問題があったってなった場合、まずイシューを立ち上げると思うんですけど、この、コーパイロットワークスペースを使えるユーザーっていうのは、ここに、オープンインワークスペースっていうボタンが出てくるみたいで、で、これを開きますと。そうすると、リモートでワークスペースが立ち上がって、AI が自動的になんかいろいろやってくれます。で、最初にスペシフィケーションっていう、今からやろうとしている作業に関する仕様を決定します。で、カレントとプロポーズと、現状こういう状況になっていて、で、もし、この問題を解決したいんであれば、こういうことをしたらどうですかっていうプロポーズと、提案がここに書かれます。で、AI が、このイシューの文章だったり、タイトルだったり、ソースコードだったりを多分見て、いろいろ判断してるんですけど、間違いも当然あるとは思うので、必要に応じて、人の手で、ここをこうしてくださいみたいなことを、追加したりもします。で、問題がないようだったら、generate plan っていうボタンをクリックすると、プランが生成されます。プランっていうのはこれから具体的にどういったことをやるかっていうもので、こういうふうに列挙されていくんですけど、特定のファイルごとにチェック、項目があって、で、このファイルはこういうことをしていきますみたいなことを、列挙していきます。で、ここでも必要に応じて人の手で追記したりもします。で、implement selected files、実装というボタンがあるので、これをクリックすると、実際に、レポジトリ上の何かしらのファイルが編集されます。で、before、after で、
こっちにこういった変更が入りましたっていうのがハイライト表示されます。で、このやりとりをAI と繰り返し行っていくことで、完成に近づけていくっていうので、人は指示を与えるだけでプログラムは書かないっていうの、なんか、未来のプログラミングのやり方みたいなのが、この、こう、なんだ、コーパイロットワークスペースですね。で、まあ、これは特定の、いろんなプログラミング言語で、に関しての話なんですけど、R とか RStudio に関して特化したものは、我々のバイパッカソンの、久米さんがすごくエキスパートなんで、まあ、去年の IIBMP のワークショップでも、ソフトウェア開発と LLM っていうタイトルで、まあ、こういう話をしてくれましたし、同じ内容は、統合 TV にもなってるんですけど、RStudio に、追加機能を持たせるパッケージですね。チャット AI4R とかいうやつなんですけど、こういうふうにコメント行のところにいろいろ書いていくと、まあ、その仕様に従った関数を、例えば生成してくれるとか、すごくいろんな機能を、持たせたパッケージで、なので、まあ、もし興味があればこういった動画を見てください。はい、まとめますと、なんかいろいろ話しましたけど、最近は VS コード一強という雰囲気をすごく感じます。なんかマイクロソフトが GitHub を買収したのが何年前かちょっと忘れましたけど、やっぱりここら辺の強みをすごく感じますね。VS コードが、まあ、エディターとしてローカルで動くものだとして、まあ、GitHub はリモートでコードを置いておくもので、じゃあ、で、そこは連携して、すごいいろんなことができる感じがしています。あと、VS コードの拡張機能の充実っぷりがすごくて、ライブシェアとか、サーバーとの接続とか、Docker 連携とか、AI 駆動開発とか、いろいろ話しましたけど、まあ、AI と一緒に仕事をしていくっていうのは今後の主流になっていくかなと思います。で、まあ、なんか人間はだんだんプログラムを書かなくなってくるとは思うんですけど、まあ、人間が、なんか望むものを提供するのはやっぱり人間しかできないので、まあ、そこはなんかこう、人間がコントロールして AI に指示を与えていくっていう構図になるんだと思うんですけど、まあ、大事なのは段取りで、まあ、要件定義ですかね。目標に向けて何をしていくのかっていうのを最初に明確化しておくと、スムーズに実装ができるかなと思います。で、人間と違って、その AI はそんなに空気を読むみたいなことができないので、なんか、よしなにしてとか、いい感じにしてみたいなこと伝えても、なんか、そこをうまくこう、把握して、やってくれるわけではないので、まあ、すごいくどいぐらいでもいいので、まあ、明確な指示を出すことが大事かなと思います。はい、以上になります。ありがとうございます。では、何かご質問ある方、新田先生から、質問をいただいてて、最初い、あ、先生のじゃあ質問から最初行かせていただきます。Gitpod は使ったことがないけど、見た目は VS コードに近いですね。インターフェースは VS コードとほぼ同じでしょうか。これは Gitpod に関する質問ですかね。そうですね。いや、本当に5分ぐらいしか触ってないんですけど、めちゃくちゃそっくりだし、設定でそもそも見た目を VS コード風にするみたいなのが確かあって、そこでなんか VS コードじゃないやつとかにもなんかできた気がしますね。僕は VS コードのやつでやったから、多分 VS コードとすごく似てるのかなと思います。はい。で、もう一つが、新田先生は前から VS コード Docker を使っていますが、DevConTainers.json はまだ使っていませんと。
devcontainers.json を使うと何が違うのか教えていただけますかというところなんですけども。その VS コードプラスどっかって言ってるのは多分ターミナルの、なんかこの右下のところでどっかコマンド叩いてるみたいなイメージですかね。まず。もしもし、いいですか？はい、どうぞ。どうやって使ってるかっていうと、コンテナをまず、バックグラウンド、ダッシュ DT で、ダッシュ、ランして、実行して、で、そこから、VS コードのコマンドで、attach to running container っていうのがあるので、それにアタッチすると、VS コードがその中に入ってるような状態ああ、になりますね。今走ってるコンテナの中に後から入るみたいなことなんですね。そうです。で、それができるから、それ以上に何が必要なのかちょっとわからなくて。その場合でも、どっか、どのドッカーファイルをもとにそのコンテナが作られたのかっていうのを VS コードが認識してない状況なんですね。走った後の、立ち上げられた後のコンテナを後追いする感じになると思うんですけど、こっちのやり方は、なんだろもしう。あ、かでもしそれでもて、いいかな、気持ち。はい。Docker Compose みたいな役割ですかね。どうやってこのコンテナを立ち上げてほしいのか、指示を出すファイルですかね。ああ、それもあるかもしれないですね。Docker Compose の設定ファイル、YAML でしたっけ？っていうのをここそうで、ですね。実行するみたいなやり方もあるみたいなんで、そういう話かもしれないですね。なるほど。わかりました。で、ちなみにですけれども、さっきの強さんの使ってる、なんていうパターンというか、それに多分すごく近いと思うんですけど、もう一つ私がよく来るのは、サーバーで VS コードの、BS、サーバーで VS コードに入って、で、そのサーバー側で Docker を、立ち上げて、で、今度は、そっちに入ります。で、そうすると、もうあたかもローカルで Docker の中から使ってるような感じになるわけですね。このイメージですね。そうですね。ただ、プラス Docker になります。そうですね。そうすると結構再現性もあっていいかなと思います。でも、ありがとうございます。今度ちょっと試してみます。い、ありがとうございます。あんまり、僕はどっちでも良いかなって感じの話をして、自分で Docker ランで、コンテナ作ったりとか、中に入ったりとかして、できる人は別に VS コード越しにそれをやらなくてもいいかもしれないなっていう気はまあしてますけど、まあでも VS コード、VS コードベースで何でもやる方が、情報がそこに集約しやすいし、学習コストも低いのかなっていう感じもするので、初心者にはそっちの方が進められるのかなって気も。なるほど。じゃあ、あんまり Docker が何をやってるか分からなくても、その devcontainers.json をクリックして、もう入っちゃう。感そうじでですか。すね。まあ、それはメリットでもデメリットにもなるかなっていう気はしますけど、なんかトラブルがあった時に、裏側で何をしてるのかは分かってないと何もできなかったりもしますので、最初にその簡単にコンテナ作って中で作業するみたいな時にいいかなって気はします。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。私からいいですかね。あ、2どうぞ。点ほど質問がありまして、VS コードで、このコードを作るとか、
そういうところなんですけども、これってこう、あ、結局、一個のファイルじゃなくて、なんか複数のファイルにまたがったりするじゃないですか。その時に、なんか全体を考慮して、なんかこの箇所を直すみたいな、なんかそういうのってやってくれるんですかね、今のやつって。ああ、はい、おこうでよ。多分最後の方のあった、ああ、うちの。LMM 使ってプログラム作るとかっていうところで、これってワーク、あ、そうです。ここの GitHub のやつって結構それに期待してるところがあって、結局、まあ、R のパッケージもそうですけど、中で構造を持ってるじゃないですか、プログラムの。まあ、パッケージ自体がで、まあ、複数の、まあ、機能ファイル、まあ、機能関数に分かれてて、ファイルが分かれてるときに、なんか全てを理解した上で、このファイルを直してくれる、まあ、このイシューに対応してくれるみたいなところが、どこまでこれでできるのかなっていう、思って、そう何かです情報ありますかね？なんかあります？じゃあ、もうないっすね。触ってもいない。ああ、すみません。触った人のブログとかを読んでるだけなんですけど。VS まあ、コードのやつは、なんか、カーソルとかは、なんかファイルをこれとこれって選んであげて入れるみたいな機能だったと思うんですよね。なんか、それってすごいめんどくさいなと思ってて、思ったんです。そうですね。まあ、こっちのコーパイロットワークスペースはなんかそういうのが、そういうのできるできと。るかな。なんかこっちのプログラムの機能は2つに分けた方がよくてとか、こっちのプログラムでやってることはこっちにやらせた方がいいみたいな、なんかファイル横断的な提案をもしかしたらしてくれるかもしれないですね。コードを読んで、多分、コメントしているので、まあ、そういう期待はしています。ありがとうございます。あと、もう一つお聞きしたかったのが、なんか R を使っ、R とか RStudio を使ってるから気になるかなと思うんですけど、なんかデータ構造の表示っていうのは、なんかその各、なんかエディターでどうなってるのかなっていうのはちょっと気になってて、まあ、R だとなんか変数の中になんかすごい複雑なデータ構造を入れられたりとか、なんかその表示したりとかっていうのができますけども、なんか他のエディターでそこまで考えて作られてるのかどうかって、どうなんかなというの。ざっくりした質問であれなんです。まあ、構造。例えばなんかすごい入れ子になっているリ入スれトみ子たにいな。なってるリストとか、まあ、多分通訳さん使われてるんだったら、そのセルの中になんかまあ実行結果を埋め込むみたいな、要は、まあクラスが入ってるみたいな、そういうので出力できたりしますよね。なんか今あるとだと。そうですね。データ構造は、ソースコードとはまた違うので、そこら辺をハイライト表示したりとかするのかよくわかんないですね。まあ、なんかターミナルとかで叩いて、あるなら str とか、Python なら dir とかなんかそういうの叩いて、なんか名前的にはこういう名前のやつが入ってますみたいな感じでこう、その中にこう少しずつ潜っていって目的のものを探すとか、そういうのは依然としてやるんじゃないですかとは思いますけど。なんかそこら辺のなんか可視化でなんかその、なんかまあ R スタジオだとまだちょっと気を使ってる気がするんですけど、他のなんかエディターだとなんかそこら辺の、そうですね、データ構造があったときにそれをどうやって可視化というか、まあ、表示させてみるかみたいなのの気の使い具合というんですか。エディター側の。まあ、だからエディターの多分直接的な機能じゃないんだと思うんですけど。そうですね。なんか XML とか JSON とかそういう構造みたいなってやつは、
こうボタンをポチポチ押していくほど、こう、下の層に潜れる感じで、こうデータを見ていくみたいな、いうのはエディターとかでよくやってるの見ますけど、どうですかね。ただ何万とか変数があったりとかするので、見ようとしてフリーズしちゃったりとかもあるかもしれないし、そういうなんか探索的にデータ構造をこう見ようとするのは結構大変じゃないかなって気もしますね。あまり、僕はよく知らないですね。ありがとうございます。はい。では他のすみません。方から、僕、質問していいですか？あ、は岡山い、大どうぞ。学の古田です。あ、お願いします。あ、すみません。どうも、お世話になります。あ、どうちょっも。と、途中参加だったんで、最初なんか、自己紹介コーナーがあったみたいで、乗れなかったんですけど。あ、今どうぞ。いや、今です。岡山大学の古田です。よろしくお願いします。前々回ですね、から参加させていただきます。前々回発表者だったんですけど、よろしくお願いします。なんで質問なんですけど、はい。最近その VS コードの魅力をいっぱい教えていただいて、僕は今 VS コードは、頼まれ仕事で HTML いじらなきゃいけない時ぐらいしか使ってないんですけど、はい。はい。その R 用のエクステンション使ってで、連携したときには、R スタジオと置き換わるぐらいにポテンシャルって感じますか？露崎さんは。ああ、僕はビジネスコード全然まだ使ってないので、多分同じぐらいしか使ってないですけど、ああ、そうですか。ただエクステンション、R マークダウンのエクステンションがあって、R マーク、ああ、そそうですれか。がなんか R スタジオと同等の機能を提供しているみたいな感じで、まあ、なんていうんですかね。まあ、ソースコードがこう、チャンクとしてこう、マークダウンに埋め込まれていて、そこだけを実行できたりとか、全部コンパイルするの、なんかニットボタンみたいなのとかもあったりするみたいで、なんでまあ、やろうと思えば、まあ、VS コードで全部できるように最近はなってるっぽいなでるすほけど。ど、そのプロットを表示するとかっていうのはまだない。VS コード上。ああ、こういう感じですよそね。の、そ、そ、まさにそこですね。これはどうなのかすみません、いいですか？な。はおい、願いどうぞ。します。私は、最近、もう、完全に R Studio から VS Code に切り替わっおて、いお。つも、VS Code で R 使っています。で、全然不便なことを感じません。セットアップはちょっと大変なんですけれども、それができれば、もう全然変わらないぐらいです。で、プロットも表示されますし、で、R Markdown というよりも、最近は Quarto ですね。で、Quarto はそもそも、R とは別の、CLI になるので、VS Code Quarto のエクステンションもありますし、だからそのいろんなショートカットがあったりして、で、そう、チャンク1個ずつは実行するとか、あるいは全部いっぺんにレンダリングするとか、いろいろできるわけですね。多分あと、R Studio のエクステンションでも、どれでも、VS Code でも使えるわけです。開発者が作ったエクステンションは VS Code でも使えます。そうですね。本当に設定だけが、最初設定だけが、大変でして、で、それはそのエクステンションがあるんですけど、その最初設定ってなんか1回だけしか、1回しかやらないじゃないですか。そんなに日々やらないことなので、自分がどうやってセットアップしたのかあんまり覚えてなくて、ちょっと他の方と共有することがあんまりない、すみません、そんなにすぐではできないですけど、そうですね、もしかしてまた今度、バイオパーカソンの、話題として、ちょっと提供できるかもしれません。ちょっと準備の時間さ、できたら。ぜひよろしくお願いします。R スタジオの方だと結構パッケージ作りのサポート機能みたいなのもなんかちょいちょい実装されてると思うんですけど、そういうのも VS Code ではいけるんですそうですね。私も VS Code で R パッケージを開発してて、か？ああ、で、そうでなんすかそのボタンこそはないんですけれども、でも、
DevTools があれば、DevTools とユーズしかあれば、なんか、そんなに変わらないじゃねって、あとは、ショートカットキーを、いろいろカスタムに作っておいて、やってる感じです。VS Code は、カスタマイズがすごい、いろいろできるようになってまして、で、それがなんか、慣れてくると、すごい便利なところでもあるんですけれども、逆に初心者には、ちょっと難しいハードルになる。導入のハードルがちょっと高いんですよい。そうでね。すね。はい。いろいろエクステンション充実してていいなとは思うんですけど。はい。また教えてください、いろいありがとうございます。そうですね。だから、ソフトウェアカーペントリーの時も、エディターは、ナノだったと思うんですけど、あれをもし VS コードでやったとしたら、まあ、最初になんかものすごいいろんな説明をしないといけなくて、結構破綻してたかもしれないですね。そうだと思います。はい、ソフトウェアカンパニーの目的はまたちょっと違うので、本当に基本の基本を教えるので、あといきなり VS コードはちょっと、はい、無理だと思いますね。そうですね。なんか、そのうち VS コード入門みたいな、このバカソンうん。のトークが必要かもしれないですね。そうですね。はい。あとなんか途中で出てきたクオルとか、はあ。なんか最近よく聞くので、バカソンだと長田さんが前になんか、リアル開催のバカソンの時にちょっと発表してたと思うんですけど、まあ、そこら辺もぜひ、そのうち動画としてまとめたいと思うので。はい。よいいですね。はい。ろコしードくお願いしもます。コードだけで、かなり応用範囲が広くて、いろんなことができるので、うん。はい。十分話す、はい、価値があると思います。アートマークダウンとの違いは、簡単に言うと何なんですかね。そうです。一番大きな違いは、R Markdown は R の中の、パッケージだったと思うんですけど、まあ、Knitter とかってあったんですけど、コートは完全に別の CLI、完全別の、まあ、ライブラリというか、なってるので、R だけじゃなくて、例えば Python だったり、Julia だったり、他の言語にも対応できるわけです。で、だから同じ、一つのマークダウンファイルから、そのコードチャンクを変えて、で、コードチャンクの最初は R だったら、その中のコードを R でやって、Python にもできるわけです。多分なんなら一つのドキュメントで R も Python も両方使えること、多分使うこともできるんじゃないかなと思います。私がやったことないですけど。なんか、で、それだけ聞くとノートブックみたいな感じがしますね。ああ、そうですね。そうかもしれません。私はあまりノートブックに、とか、Jupyter とかあまり詳しくないんですけども。あとはその出力の、というか、いろんな形式で出力することができまして、まあ、もちろんドキュメント、つまり PDF とか Word とか、HTML でもすぐにできますし、まあ、あとウェブサイトを作るとか、発表スライドを作るとか、まあ、いろいろあります。なんか、多分 R Markdown でいろいろちょっと不便だったたことをなるべく全部、まあ、全部っていうか、多分それでいろいろ学んで、その弱点を、改善する、ためにっていうか、そうですね、もう最初からもう完全に作り直して、そのいろんな弱点を、改善しようとしてるような、感じがします。